ロシアは広すぎて色々調べるのに、2ヶ月ほどかかっちゃったけど、ここならまだ調べやすそうだね。さて、ここは一体どんな発見があるかなー。自然豊かな町だし、ここならのんびりできそう。大加戸要くんのところから出かけてから2ヶ月、パトたちと別れて10ヶ月の月日が流れた。私は精霊について調べてて、精霊の書を書いたとされる16世紀のスイス出身の錬金術師パラケルスの出身国。スイスに私は来ていた。私は自分の可能性を見つけ出すために世界中で旅をし、多くの知識、経験、目的を果たしてきたのだ。わぁ、すごく賑わってる。街も綺麗だし、自然も豊か、本当いい街だねー。とりあえず、その国、街の歴史とかの情報を集めるなら図書館、これ王道だよね。ネットより深い歴史をなぞって知ることができるから全体的に知りたい時には本の方が効率がいいんだよね。わあすごい、いっぱい古い本がある。やっぱりこのご時世図書館で本を読む人も減ってきてるんだね。あそこに座ってる人なんかずっと携帯触ってる、空調も効いてるし、静かだから居心地がいいんだろうね。精霊にまつわる書物はっと。あれ、思ったより本がないな。これは結構探さないとだね。探したら結構あったわね。とりあえずこれ全部を今日中に読んでしまおう。ああしまったわね。到着してすぐ図書館に来たから疲れた。少し休憩しましょうか。それにしてももう10ヶ月か。早いもんだな。メリアさんを認めさせるために旅に出て、いろいろなことを現地で知って、自身の向きを思い知らされた。こればかりは学校では学べなかった。私にとってこの道は正解だったのかもね。能力者は基本的に仕事とお金には困らないし、普通に働く人はそう多くないのも納得だわ。あ、まずい。考え事してたら、眠く。結果よ、最近頑張りすぎてはおらぬか。スザク、大丈夫大丈夫。もう大会まで1ヶ月だよ。今が一番大事な時期だよ。そうか、すまぬな。わらわも力になれればよかったのじゃが。どうしたの？なんだか今日は優しいね。夢だから？わらわは10ヶ月前に消えている。夢ぐらいは出てきてもよかろう。スザクってそんなキャラだっけ？なんか意外だな。そうか、意外か。ならいい加減起きるのじゃ。あれ、スザク、どこに行くの？ねえ、待って。せめて洗濯くらいはしていってー。起きるのじゃ。もう外は夕暮れじゃ。宿に移る準備をするのじゃ。月下。ごめん、寝てた。ああ、随分とな。片付けはわしがやるけん。月下は身支度せい。ありがとう、関。急いで準備するね。はあ、結局今日は寝てただけか。どうしたのじゃ月下。随分ぶたれておるのう。時間がないのにこんなにのんきにやってたら大会までに間に合わないよ。せやな、でも月下よ、お主が最初の数ヶ月のんびりしてたのにも原因があると思うんじゃがのう。ねえ、関、私は慣れたからいいけど、そろそろ口調直さない？見た目と口調が合ってないわよ。と言われましてものう、進化したおかげで年は月下と同じくらいには若返りはしたが、中身は数百年を生きた鳥じゃけん。本当、失敗したわ。私としたことが順番を間違えるなんてね。接吻までは計画通りじゃったのにのう。私も気持ちが高ぶってたのよ。若さじゃねえ。私はパトと別れた時、ミスをした。パト？言ったわね。メリアちゃんやセッカもいる。他の二人とも私たちの守護神。大丈夫、きっと強くなってくるわ。そうだな、パトめ、このまま月下を迎え入れなければ許さんからな。それは私自ら勝ち取る。そうさっきパトと約束したんだから。そうだな、月下がそこまで言うのなら仕方ない。言い出したら俺でも手がつけられん。ふふ、お父さんも娘には弱いってことね。とりあえず、パトたちは旅だったんだ。月下も早くスザク様を。おい、月下、お前スザクはどうした？え、何言ってるの？まだ出してないんだから私の中に。ああ、そうだ、私スザクを出す前にパトとキスしちゃった。これは、嫌な予感しかしないわね。おい、とりあえず今すぐスザク様を出すぞ。結論から言うと、ダメだった。ひどいのじゃ、ひどいのじゃ。今まで赤子の頃からの付き合いなのに見放すとは。ねえ、これ完全に進化してるよね。そうね、かなちゃんとかはくちゃんと一緒ねえ。ねえ、ねえ、スザク、自分の種族ってわかる？なんじゃ、知ってる？なんじゃ、月下はわしを見放そうとしておいて。人聞きの悪い。とりあえず自分自身が進化しているのは自覚ある。むむ、それはそうじゃな。わらわにも肉体があるのう。そうね、それでなんか内側からぶわー。ってなんか力がみなぎってこない？なんか体が
若返ったみたいに軽いぞ。そうなんだ、見た感じ私と同じくらいだしね。それで最後、自分の種族名は何か変わった？うむ、わらわは赤星精神鳥という世界で最も稀な成長になったぞ。やっぱり進化してんじゃない。だがおかしいぞ、石化の中にいた英雄は石化が外に何度も来ご本位置づけをして進化したと。それはあれじゃ、石化はわらわとシンクロ率が高いからの。今まで言わなかったが五感やら思考、感情、欲求なども直接共有していたからの。うそ、それ本当？本当じゃ、親の前で言えないことをわらわはいっぱい知っておるぞ。わーわー、ダメ、絶対にダメ。恐れ入りますが今はどうなんですか？うむ、シンクロ率は今まで以上に良いぞ。深い絆を感じるの。待て、シンクロが解けていない。ならこのままスザク様を月下と一緒にいさせた方がいいか。もうすでにスザク様はスザクという器を超えている。このまま月下と一緒にいてくれた方が俺も安心だ。とりあえず部屋を移そう。母さんみんなにお茶を出してくれるか。そうね、スザク様もお部屋にどうぞ。うむ、わらわは霊下が出すお茶は好きじゃよ。はぁ、今日は大変だったな。すまぬの、わらわが取り乱したばかりに。いいよ、私も一方的にスザクと離れようとしてたし。そうじゃ、ためらいなくわらわを手放すなど冷たい身も程があるぞ。でもスザクのためを思ってだったんだよ。私のわがままにスザクまで巻き込めないって思って。わかっておる、だからこそ悲しいのじゃ。今まで散々わらわに任せておいて、いざという時にはわがままをわらわに言ってくるのだからの。ごめん、でもさっきも話したけどもう今後絶対に話すなんてことはしないわ。スザクもずっと私についてきてくれるんだよね。ああ、月下はわらわの主であり、娘のようなもの、今さら離れるなど考えたくもない。嬉しいわね、それじゃあ今後もよろしくお願いね。うむ、明日もある、今日はわらわを泣かせた罰じゃ、一緒に寝るのじゃ。いいけど、その羽どうにかならない？すまぬ、今はちょっと難しい。わかった、じゃあそのまま寝ましょう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。